皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、ブライトンは厳しい状況になってますね。今シーズンからヨーロッパリーグを戦い、過密日程を戦い抜いているわけだけど、慣れないシーズンにかなり苦しんでいるね。ミッドウィークのアヤックス戦では、試合に勝利したものの、主力3人が怪我で離脱。エンシソ、マーチ、ウェルベック、ランプテに続き、エスプピニャン、ダンク、ミルナーが戦線離脱。さらに、シェフィールドユナイテッド戦前にファーガソンが背中の張りを訴え負傷者リストに入った。怪我人続出の状況に、デゼルビ監督も頭を抱えている様子で。非常に心配だ。現時点で戦っている問題は怪我だね。とにかく、我々は別の解決策を見つけなければならない。今シーズンは非常にタフだ。現時点でスタメン11人を選ぶのは非常に難しい状況にある。だが、12日はファンと一緒に、ホームで勝利を取り戻したい。と、難しい現状にいながらも、シェフィールドユナイテッド戦に向けて意気込みを語っていた。長いシーズンでのこの過密日程は、クラブとしても未経験の領域なので、本当に厳しい状況なんでしょうね。そんなシェフィールドユナイテッド戦は、三笘はベンチから出番を待つことになりましたね。アヤックス戦でのフル出場起用には、現地も賛否両論あったしね。さすがに三笘も休まないと壊れてしまう。この日のスタメンは、両ウィングにブオナノッテとアジングラ。前線にアンスファキと若手中心メンバー。中央にベテランのララーナを入れて、バランスを整えた感じでしたね。ブライトンは、リーグ戦ここ5試合勝利がないが、最下位のシェフィールド相手に序盤からペースを握った。サイドで仕掛ける三笘がいないため、中央のアンスファティのスピードを生かした中央突破で活路を見出した。ララーナやダフートがボールを持つと、ファティは積極的に裏への抜け出しを試みて、特に、ララーナとは息の合った攻撃をしていた。限られたメンバーで効果的な戦術を見出したというわけですね。序盤の3分、14分と立て続けに狙っていると、相手のディフェンダーラインもズルズルと下がってくる。そうなると、ワイドに張っていたアディングラやグロスにパスが入り、サイドからの突破も可能になる。ブライトンの先制の場面は、まさにそのような形でしたね。前半の5分だね。中央のギルモアからパスを受けたアディングラは、見事な個人技で相手を抜き去っていく。スルスルとゴール前に入っていくと、ブオナノッテとのワンツーでゴール前へ。バランスを崩しながらもゴールに押し込んだ。三笘を彷彿させるかのような見事なドリブルでしたね。最初のワンタッチが綺麗に決まってからは、流れるような個人技だったね。昨年はユニオンで頭角を現したように、素晴らしい突破を見せてくれた。この勢いのまま、前半のブライトンはファキとアジングラを中心に押し込んだ。勢いのまま追加点を取りたかったですが、前半は1点にとどまってしまいましたね。先ほど述べたように、シェフィールドは押し込まれる形でディフェンダーラインが下がっていた。しかし、ビニ・ソーザの怪我治療の時間を挟んでから、少し守備を修正。ディフェンダーラインを下げすぎることなく、ライン間に降りてくるファキとララーナにロビンソンとノーウッドがついてきていた。ギルモアとダフートにも、結構タイトについていましたよね。41分にあわやショートカウンターという場面も見られたので、試合中に修正ができていた。そのため、前半では追加点を奪えずに後半へ。後半の頭からジョアン・ペドロと三笘を投入。みんなが待ってた三笘は後半からの登場ですね。ララーナとブオナノッテとの交代で、前線も 4-4-2 のような形に変更。右にアディングラ、左に三笘と両ウィングでドリブルの強い選手を配置。さらに、ジョアン・ペドロの投入で前線に高さと強さが出たので、ポストプレイなどのボールの収めどころも作った。交代選手の特徴が、後半開始直後から出ていましたよね。まず、三笘のファーストタッチは49分。ロングパスを右アウトサイドで見事なトラップ。相手3人に囲まれながら強引にドリブルを仕掛けるも、決定機には至らなかった。三笘がボールを受けた時のスタジアムの歓声から、サポーターの皆さんの期待が伺えますね。52分にも三笘がサイドをえぐってチャンスメイクをしていたし、右のアジングラと合わせて左右が活性化。三笘がサイドで起点を作ったことで、ファティがハーフレーンを使って裏抜けするなど攻撃の幅が広がった。そして、ジョアン・ペドロは起用に応えて中央での起点作りを行っていた。50分にスティールからのロングボールを収めてサイドのファティにつなぎ、最後は自分でシュートを放ちチャンスメイク。監督の交代起用に、見事に応えた両選手でしたね。60分には、中央のファティから三笘へつなぎ、三笘がシュートを放つも相手ゴールキーパーに阻まれてゴールは奪えなかった。後半に入って、三笘サイドからの攻撃が明らかに増えましたよね。三笘に預ければ何かしてくれるという期待感が、味方にもスタジアムにも流れている証拠だと思うよ。
ただ、チャンスを多く作れていたものの、なかなか追加点を奪えずにいた。そんな中、ゲームが動いてしまったのは68分。ダフートが相手選手を踏んでしまい、まさかの一発レッドで退場。数的不利になってしまったブライトンが整理をつけられないまま、続く73分にウェブスターのオウンゴールで同点に追いつかれる。その後はブライトンも大きなチャンスを作ることができず、同点のまま試合終了のホイッスルが吹かれた。ダフート退場で、明らかにシェフィールドユナイテッドが押し込む時間が多くなりましたもんね。カウンターを打とうにも、あまりエネルギーも残っていなさそうな印象だったね。で、デルビ監督は、このレッドカードの判定は不服だったようで、私は率直で正直者だ。と、前置きした上で、イングランドの審判の8割は気に入らない。イングランドは、VAR の判定が正しいかどうかわからない唯一の国だ。他の国では、下された判定が 100% 正しいと信じなければならないが、イングランドではそうではない。と、ダフート退場に同意した VAR に疑問を投げかけた。まあ、明らかに踏んではいましたもんね。軸足のつもりでダフートは足を出したと思うけど、ボールの位置、角度を見ると致し方ない気もするね。ただ、この時点では試合時間はまだ20分も残されていたので、勝ち越せるチャンスはあったはず。で、デルビ監督は、その後のチームのリアクションにも納得がいっていない様子で、私たちは不運な時期を過ごしている。フルアム戦の2ポイントに続いて、4ポイントを失ったと思う。が、私はレッドカード提示後のチームが気に入らなかった。レッドカードの後なので言いたいことは他にもあるが、選手が一人少ない状況で、秩序と自分たちのスタイルを失ってしまった。と、数的不利な状況から立て直すことができなかった点を反省していた。確かに、シェフィールドに良いように押し込まれていましたもんね。ジョアン・ペドロを1枚残して 4-4-1 のブロックで守っていたが、4-4 の前のスペースはほぼガラ空き状態。そうなると、自然と押し込まれてディフェンダーラインは下がってしまう。73分の失点の場面も、三笘が前へプレッシングに行った後の後ろのスペースを使われての失点だったしね。イボールは中央を占めていましたし、あそこのカバーリングは三笘の役割ですもんね。三笘自身も、反省の弁を口にしていて、戦い方も、メンタル的にもちょっと引きすぎたところありました。やるべきことがはっきりしてないところで、守るのか攻めるのか、どこに行くのか迷いがあったのは事実です。自分自身は、ペナルティエリアに入っていくところだったり、チャンスでやりきるところを考えてました。けど、決めきらないといけない。失点のところは自分のミスもありましたし、本当に悔しいです。と、厳しい表情で語った。責任感もあるでしょうからね。でも、途中出場でも存在感はやっぱりありましたよね。現地評価はどんな感じだったんですか？地元メディアサセックスワールドは、10点満点中6点をつけていて、後半開始から投入されたものの、勝利したボーンマス戦のようなインパクトを与えることはできなかった。シュートはニアポストで好セーブされ、ゴールの際は相手にスペースを与えすぎた。今のところ、彼の活躍は見られない。と、厳しい評価。彼らは三笘に対する期待値が高い分、普通のパフォーマンスでは満足できないようですね。それだけ、三笘がビッグネームになっている証ではあるんだけどね。でも、メディアの指摘の通りボーンマス戦のようなジョーカーになりきれなかったのは理由があるんですかね？今回の過密日程があったのは言わずもがなだけど、やはり怪我人続出によって、サイドでの連携が図れなかったのも要因だね。普段ならエスプピニャンが大外を張り、三笘が中に入ったり、その逆も行う。大外で仕掛けられる選手が三笘以外にもいることで、相手の注意が分散されて三笘がドリブルで仕掛けやすくなる。また、エスプピニャンが不在でも、ララーナやグロスといった選手がいれば、中央のハーフスペースで連携を取ることができるため、三笘の突破の助けになり得る。なるほど。今節は三笘一人に相手は集中できるので、2、3人で囲んでしまえば、いくら三笘でも目立てないというわけですね。そういうことだね。今週から、またインターナショナルブレイクに入るので、このうちに怪我人がどれくらい戻ることができるのかが重要だね。それで言うと、三笘も怪我をしないで帰ってきてもらわないと困る選手ですよね。今回の2次予選は、サッカー以外の面でもタフさが求められる。また、ブライトンの状況同様に、代表でも三笘の相方である左サイドバックには常に注目が集まる。ブライトンの状況を重ねるのであれば、仕掛けのできるサイドバックが良いということになりますね。それで言うと、前回招集された中山雄太は期待しても良いと思うよ。ハダーズフィールドで結果も出しているし、前回のカナダ戦、チュニジア戦も存在感があったからね。伊藤博樹とコンビを組むことが多いから、どちらが出てくるのかは注目したいところ。ただ、霊夢が言ったようにここ最近の三笘国士ぶりからすると、あんまり乱暴な使い方は許されない。
得点差や実力差を考慮して、起用しないという選択肢を取れるかどうかも、森保監督の手腕が試されるね。日本に勝ってほしい。けど、三笘は壊さないでくれー。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。